しゃ、あーっと走ってたー、やっちゃった。今結構速いスピードで反応したのよな俺。ごめんな、話しかけた。いやいやいや、俺が話したかったんで今。うっそー、ファーストバイトいただき調子いいね。いやー、いや結構今いいタイミングで入れたんですけど、ここまで走ってましたからね。その奥入れて、へこみの奥入れて、もう、あ、走ってんの見えた。完璧に入ったけどね、タイミング悪くなかったけど、悪くなかったと思うんです。なんでか分かる、はい、聞いてないよな。ほら、当たってる、当たってる。聞いてないやろな、もう二のでも聞こえないから。あの奥入れてここまで来たのか。そうか。うわー、いや、今の完全に気づいて、しっかりパーンって走って、ビューンってこっち来て、あ、って完璧。ワームもちゃんと破れてたのにな。ファーストバイト。いいね、のんびりしてて。のんびりしてますね。さあ、そろそろ1匹目の時間。あ、ご飯タイムだ。よい。ああ、さあ余裕だな。これで5年間生きていきます。これでなんとかしのぎなさい。はい。このセブンイレブンのこの安団子大好きなんだよ。うん。これ肌持ちいいから釣りの時超いいよ。これ絶対おにぎり1個買うよりすげえあるじゃん。はい。持ちだから。めったに披露しない釣り公式 FG ノットを牛久の時だけやってるのに。大丈夫か。はい。なんで釣れてくんねんだ。あと俺にどうしろと言うんですか。はい。そろそろだと思う。なんじゃないですか。大丈夫を装ってるけど、徐々に。この間マジで15時半から快晴の。お、当たってる、当たってる。当たったっぽい。当たりました。もう一回入れます。ここ2回当たった。以上ですかな。わあ、風が強くなってきた。展開します。こういう時ここだ、また来たみたいになるんです。あーって。うせえよバカ野郎。ビビってんじゃねえよって。はいはい。あれでもニューポートで出してる。ああ、違うか。違うよ。なんかうなり声を上げながら。どんでもね、どんな豪快なタックルで合わせるの。今の山田優吾の合わせの声。なんだ今の声は。あ、食ってるな。チビバスだ。お、よいしょ。やったー。おお、これが食ってたんだ。あー、すごい。よし、牛久バス釣れましたー。牛久バス、タックルはね、ベルサート。
小さいけど貴重な貴重な牛久バスです。ルアーはですね、モコリクロです。じゃあね、逃がしてあげます。まずこいつ逃がして、モコリクロこれですけどね、あの今1回目糸が走ってあれって言って入れ直したら食いました。でまあちょっと手はこういう感じで取られちゃったんですけど、この手がフリ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 してね、コバスを的確に誘ってくれたようです。よっしゃ坊主逃れ。じゃあ頑張ります。はい、ワンちゃんこっから3バイトぐらいもらえれば1回ぐらい乗せられそうですよね。どうしても田中の方が風的に近くなっちゃうので大丈夫。いやもう俺は豆1匹いただいてるんで、さっきあんなこと言っといてできれば40ぐらいのもう1匹ぐらい釣りたいなとか思っちゃってる。今モコリ、モコリです。この山田細 PE システムでどうにか釣りになってる感じ。危ないっすよ、山さん、バズは。バズ危ない。やりすぎ。バズ打つ時間、ワーム打った方がいいと思う。バズ危ないよね。バーすぐ気が済むから大丈夫。もうちょっとトルク振るな。なんだこれ。ダメ。聞いてないよ、ここまではっていうぐらいじゃないですか、やっぱ。はい。病気だからな。バズベート2月とかに投げちゃってるから。はい、モコリクロー2匹目。いやー、こんぐらいのサイズがね、まあ、的確に釣れております。グラビアスにベルサートの組み合わせ。いやー、ちょっとね、牛久でもこういうサイズが育ってるってのは嬉しいですね。今後に期待ですね。じゃあ逃がしてあげます。7グラムシンカーにモコリクローのダウンショット、フックは小森さんのスーペリオで合わせております。小森さんタックル、イエイ。リールとサオは、サオはベルサートの 67ML で、リールはグラビアス P ライン 1.55 に20ポンドリーダーの組み合わせで足を拾いづらくして見ております。で、あ、シンカーがそうゴロスっていうね、タニーブロスのシンカーでございます。